言いたいあ、こどうとぞ言えないこの世の中だな。どうぞ。相談、なんか相談あんの？声が小もしさもい。し？いや、ミス M は、あ、でかいんじゃないの？どっちかっつうと。何？いや、ねえけどさ、別に。あ、何もないの？あ相れ、談あ事のは。ね、あれだよ。もしもし。え、わかんない。よっさんがさ、コロナウイルスで死ぬって聞いたから、来たんだけど、いや、俺コ違ロうナの？かかってなんない。か、4月30日に、よっさんがコロナで死ぬって聞いたから。いや、死なないです。病院行くだけ。あ、ロータスさん花火あります。病院は行くね。かかってないの？あ、コロナかかってずない。ぶといな、お前、ほんとに。あんだけなんか適当にな。知らねえよ、お前。花火ありがとう言ってんじゃねえぞ、てめえ、この野郎。じゃ、クソ花火来たが。ら嬉しいじゃん。だって。花火来たらありがとうって言うでしょ。どうしたの？酔っ払ってんの？余山だってさ、死ぬんでしょ？ 4 月30日に。いや、わかんない。4月30日に病 院いは行くけど、死ぬかや、わかそう置いとんいて。花火ありがとう。それは俺も言うけどさ、俺も言うけ死ど、ぬかわそれ置いかんとないよ。て。余山だって、4月30日死ぬんでしょ？いや、病院行くって言ってるわけよ。4月30日。予約して。死ぬかどうかわかんないけど。病院行くよ、4月30日。死ぬか分かんないで。いや、死ねえよ、お前、本当に。誰からも、必要とされてないんだから、死んでくださいよ、さあ、本当そに。れは、だって森ちゃお前ん、森も同さんじもじいゃん。い。森ちゃんいねや、えお前わ。も同じじゃない？ミそスれ。ター M。いや、俺もそうだけど、お前も同じじゃない？誰からも必要とされてないじゃん、お前だって。なんだっけ、マイナーズカップとフラワーカップはどうなったの？外れた。ん？せやな。まあせやな。お互い、まあ、どっかいだけど、ミスター M とな。ミスター M はだからどうだったの？俺ね、風邪ひどくてさ、契約できなかったんで、今週。マイあ、ナーそうズなんと。だ。なんか、当たったの？あれ。どうだった？あれ。外れた。いや、もうだ、十何万負けたよ。あ、どうだったの？ミスター M は。当たった？いや、俺も負け外れた。たって、ドヤ顔で言うなよ、お前。また外れたの？いや、お前また外れてんじゃ何で負けたよ。お前だって外れてんじゃん、結局。いや、俺はだから、交渉やってないもん。いいよ、じゃあ天皇賞でまた会おうぜ。どうせ間のミステムは、You can smile to ヘイエルマンがクソマだとか言ってやるんでしょ？なんか書けんの？フィエールマンとユーキャンスマイル。書けんの？まあいいよ、俺言ってやるよ。俺は書けんのは、当選え、カンどうビーせナ You can か、smile to ヘイエルマン買わないでしょ？ミスター M 買は。うわけねえじゃん。俺も買わないけどな。俺俺は奇当跡選カンビーナか、で奇跡起こす。あ、奇跡買うの。いいじゃん。戦奇艦跡ビーは俺ナ買わないけどね。ちょ、何なのお前。酔っ払ってんの？いや、奇跡ゲート出れば勝てるだよ。普通に普通じにゃあ走かけれりゃばいいじゃん、奇まあ、跡に。スタート、ゴールドシップと一緒だけどね、普通に走れば3着はあるよ、奇跡は。3200だったらな。じゃあ変えよう。何？生まれん、枠連で買うの？得意。奇跡買う相だ手ろ。誰？相手なんで、誰？タンブライトがな、あ、ダンビライト相手で買うんチーだ。ム取られちゃったから、金玉な。ね、ダンビライトカリと、ーじと、金ゃあ、玉取られたからね、奇やべ跡で枠連で買うんだな、得え。わか意りの。かよ。枠連で。な。あ、そうなんだ。じゃあ、タンブライトまだ早いから、1回目だから、金玉取られて。まあ、いいんじゃない？それで違も。う違う。まだ早い。まだ早いよ。1回目の奇跡だから、よっさんが好きなうんこの夢と一緒だよ。うんこの夢と一緒で、1回目の金玉を耐えた時は早いから。
ていうかさ、あの、ランハゲに来たことがあるんだけど、そう、枠連とかさ、あの、そら、1レースに、しまないで、なんか、いつもなんか平もの、平場のレースもやってさ、枠連とか100円とかさ、1000円で勝てて面白いの、はい、競馬って。面白い、あんなの。こんなさ、1万とか2万とかになったとかで面白い。全く面白くないんだけど、そう思うの。だったらその金も全部1レースで集中にやった方がいい。よっさにさ、言ってるわ。お前のニコラマ時代の、お前さ、ニコラマ時代にダービーに3000かけて気絶したお前に言われたくねえわ。まあ金なかったからね。今金あるから。うん。いや、だってさ、ね、そのダービー3000でもお前3000もいけないでしょ。1レースに。そんないろんなレースばっかやってさ、毎レース。1レースに3000円もやってるの見たことないんだよ、お前が。お前が1レース3000円やったこと見たことない。いや、正義にさ、ダービーでかけて、3000円かけて、気絶してたじゃん。ふぅーとか言って、1.3 倍に3000円かけて。俺タンブラーでかけたぞ。俺タンブラーかけたもん。で、それで当たったの、それで。っていうかさ、俺は、じゃあいいよ。ランハゲみたいなかけ方は、つまんなくないだって。予算が何つまんなくない、そんなさ、1000円とか枠連とかだったよ、お前。え何、うん、1頭何じゃあ俺差し馬するじゃん。いいよ、じゃあ。あのさ、1万かけようぜ。ランハゲ、いいよいいよ。じゃあ、俺10万とかかけんね。じゃあ、じゃあ、天皇賞で、これ、ランハゲと、差しでしょ、あの、一着、あの、先着した馬が勝ちでいいじゃん。1万円かけよ、差しで。いいよ。お前そこまでね、言うんだったら競馬、ね、俺も競馬好きだし、お前も競馬好きなんだから、俺と差しで1万円勝負しようぜ。差しで。それでいいじゃん。やろうよ。1万円勝負。差しで。その別に、倍率とかじゃなくて、お前と勝負で、ね、じゃあ、それでもし、ね、じゃあ、お前の選んだ馬と俺の選んだ馬で、着順が低かったら、で、俺が負けましたって、土下座こいて謝ってやるよ、てめえの。ラグオンランドがしようって。差しでできんの ?1 万円勝負。ラグオンないもん。え ?1 万円勝負しようよ。1万円。1万円差しで勝負できないの。一言聞こえないぞ。満札。ねえ。え、逃げちゃったの？じゃあ逃げるんだね。逃げてない。逃げるんだ。じゃあお前奇跡でしょ？俺奇跡。いや、違うよ。じゃあお前じゃあ奇跡でいいじゃん。じゃあ俺、じゃあ当選カンビーナでいいよ、じゃあ俺。当選カンビーナ。いいよ。お前奇跡でいいよ、じゃあ。いいよ、いいよ。お前じゃあ1万かけるよ。それだけ奇跡がいいんだろ ?1 万。俺じゃあ当選カンビーナ1万でいいよ。それいいじゃん。勝負しようぜ。最新予想な、関ちゃんな、な。まあ当選カンビーナかなんで、あの。人工無能ハデゴ YGF 2223。いやだからお前はどうなのって話だ。俺とだから差しで勝負してみないの。できないの。1万円。差しで勝負するないよ。1万円。1万円勝負してみろ俺と。ただ外れるもん。そんなやだよ。何さ自信ないの。だったらもうさ競馬やめろよ。自信ねえんだって。いや、お前、逆に言わない。俺はだから自信あるから毎回ね、かけるわけだ。そうやって。お前は、枠連とか逃げてんじゃん。枠連とか100円とか1000円とか。お前は逃げだろ。逃げだよ。さ頭いいでしょお前さ、こんなもん、枠連とかお前。予算だって、頭がいい。だったら単勝で勝負してみろよ。俺みたいに。ね、いや、だから単勝で、じゃあ1頭を、ね、じゃあ別に3着でもいいじゃん。ね、じゃあお互いさ、その馬がかけて、俺が5着で、ランハゲが3着だったら勝ちなんだから。何？だから3着以内っていうか、1着になる馬を、1着になる馬を、自信できないの。いいじゃん。だから。じゃあ奇跡でいいじゃん、お前は。だから。じゃあいいよ、まだ考えなくてもいいけど、じゃああと、まあ、金曜日か土曜日か、まあ、土曜日ぐらいまでに決めてよ。それで勝負しよう、俺と。1万円勝負、差しで。負けた方が1万円払うでいいじゃん。だ、その。一万円払う。誰に払うんだよ。いや、俺に払うんだよ、一万。JR 以外に払うのか、俺は。当たり前、差しで勝負したらいい。差し馬、差し馬。差し馬。
わかる。いや、だから、もしあなたが、もし絶対奇跡が来るって言うんだったら、一着になる。まあ、もしそれで先着したら、俺の馬より。当選カンビーナに先着したらいい。ちょっと待ってな。ね、当選カンビーナちょっと待って。どんな馬、うん、ちょっと今チェックするから、当選カンビーナ。で、チェックとかね、自信あるんだよね。奇跡でいいんじゃん、だから。だから。あなた奇跡が好きなんでしょって。奇跡ちゃんはね。いや、奇跡でいいじゃん、単勝。いや、だから単勝っていうか、俺と殺勝負だから、別にあなたの馬券とかどうでもいいんだよ。だから、ランハゲと俺の先着勝負だって言ったら、差しで。あ、予算が、そう。俺の裏馬と、そう、本命。だったら奇跡じゃないよ、俺も。え、じゃないか、俺。フィエルマ？いいじゃん、フィエルマでいいよ、お前。じゃあ何買うんだよ。何フィエルマンの規制カード何買うの。あ、ユーキャンスマイルね。じゃあ、お前ユーキャンスマイルでいいじゃん。よあんなもん岩田が降りたんだ。ああ、ユーキャンスマイルじゃない。じゃあ誰買うの。何よ、そんなの。誰買うんだよ。フィエルマンとユーキャンスマイル買うのは、火薬だろ、FX だよ。お前じゃ何買うの。俺はね、お前何買うの。このままだったら、そう教えてほしいよね。俺は、当選カンビーナと、あともう一頭、名前忘れたけど、ちょっと今から見るけど、うん、もう一頭いいなと思ったらいいの。4番人気ぐらいで。4番人気でいいの？当選カンビーナと、もう一個、これいいなと。あ、中山しか走らないやつだよ。なんだっけ、名前忘れたけど。俺も一見スワローやな。4番か5番人気で中山しか走らないやつ。そいつをいいと思う。ミッキースワロー買うわ。あ、そう、ミッキースワロー。ミッキースワローいいかなと思った。もうミッキースワローとメロディーレン買うよ。あ、そう。じゃあお前ミッキースワローでいいよ、じゃあ。譲ってやるよ。俺もミッキースワローよかったけど。いやいや、マジで。え、じゃあ俺じゃあミッキースワロー買わせて。じゃあ、え、どっちじゃあ。知らねえよ、マジで。いや、ミッキースワロー買いたいんでしょ。じゃあお前譲ってやるっつってんだ、俺。どっちなの。なんで上から見せんだろう。え、だからどっちだよ。お前らでゴミじゃん、だって。知らねえよ、いやだって、じゃあ俺ミッキースワローでいいじゃん。じゃあ俺ミッキースワロー買いたいわ。じゃあミッキースワロー買います。当選考えでしょ。え、いや、だって、お前、ミッキースワローいらないんでしょ。いや、いらない。どっちなの。え、だって、早く決めてよ。ミッキースワローの枠。じゃ、早く決めて。ネプ買う。いや、だから、じゃあ、その、本命は何、本命は。本命、いや、本命って天皇賞でしょ。いや、本命いるでしょ。その、3連服でもう、軸いるじゃん、軸が。うん、じゃあ、ミッキースワローとメロディーレーン。じゃあ、ミッキースワローなのね、じゃあ。ミッキースワローなのねって。あ、じゃあ、俺、当選カンビーナでいいじゃん。カンビーナにする。うん。じゃあ、それでいいじゃん。じゃあ、ミッキースワロー対当選カンビーナでいいの。何何戦ってんの。なんで俺がミッキースワローでよそがと。お前ミッキー、じゃあ俺ミッキー、スワローでいいじゃん。いや、まあいいけどさ、別にミッキー。あ、じゃあ俺、俺ミッキースワローにした、じゃあ。ミッキースワローにします。じゃあ、ランハゲ何すんの。だ俺はん、俺はミッキースワローでしょ。は？だったらミッキースワローを認めろよ、じゃあ。じゃあ俺は別にミッキースワロー。いやいや、じゃあどっちやんだから早く。逃げてんの。盗られてんの、ミッキースワロー。いやいや、ミッキースワロー。俺さ、アニマキレンとか本命にしてんだよ。ミッキースワロー結構本命にしてんだけど。アニマキレンは全然本命違うけど。は？いや、だからどっちやんだ、ミッキースワローなの。いや、だからミッキースワローが、ラーが本命したかったら、だって、一緒になったら賭けが成立しないじゃん。賭けが成立。わかるよ、それ。かぶったら絶対外れるからな。いや、外れてるから、賭けが成立しないじゃん。じゃあ、予算ダンブライト、あ、じゃあ、エセヤガさんがダンブライトでいいよ。エセヤガ先生がダンブライト。いや、だから、ランハゲの予想を聞いてる。俺はだから、ミッキースワローと、うん、じゃあ、ミッキースワローを本命なのね。まあ、本命するか、うん。じゃあ、俺は譲るよ。別に、俺別に譲るよ。じゃあ、ミッキースワロー。なんで上から目線な譲るよ。いや、ね、賭けが成立しないじゃん。賭けの話をしてんだよ。賭けが成立しないから。2000万ぐらい持ってるでしょ。なんか違うやん、話が。俺の意見。だからさ、ランハゲと、違う。ね、お前の賭け券とも俺は違うけど、うん、そう、競馬の話になって、どっちが、この天皇賞春でどっちが上かっていうのを決めたいのに、じゃあ、あなたはミッキースワローって本命って言うんだったら、それは譲るって言ってんの、俺は。ミッキー、俺もミッキースワローはいいから、どっちかっつったら。予想は当選がないんだね。じゃあ俺ミッキースワロー。ああ、いや、当選カンビーナでいいよ、じゃあ俺。うん、と俺メロディーレーンな。まあ、メロディーレーンっていうか、だから本命だ、メロディーレーンっていうか、じゃあミッキースワローでいいじゃん。メロディーレーンだよ、保険かけないで。と、ミッキースワローと。いや、保険かけない。本命だな、そんな。俺だから当選カンビーナって言ってんじゃん。お前はだから本命を、そんな、3つの保険かけるね。ミッキースワローだよ。
まあ、それだよな。じゃあ、それじゃ。じゃあ、ミッキースワロー対当選缶 B だな、じゃあ。それでいいな、じゃあ。まだね、一週間前だからね、うん、早いからね。知らねえよ、あんなもん。だからおっさん負けるんだよ、競馬いつも。お前さ、外枠にミッキースワロー大外になってよ、缶 B だがよ、うちは帰ったら、お前終わりだからな、お前。そういうのも、ギャンブルとして思えよ、そういうのも。今決めるんだよ、今決めるんだよ。で、今決めることが、そう。枠なんて関係ねえよ、あの。関係ある、あの、見てないで、内枠がめっちゃ有利だよ。1枠と2枠が。え、ちょ、見てないでしょ。もうこいつ、だからこいつ負けるんだよ。そういうの分かってねえじゃん。内枠が有利っていう。完全に、もう外枠とか来ないからね。関係あるから、バカだな、お前。ちゃんと見たら、傾向を。天皇賞秋、天皇賞春の傾向を見ろって話なんだ、お前。ちゃんと見る。なんでも、外枠、なったら終わりだからな、お前。ミッキースワローが外枠になったら。完全に終わりだからな、お前。何飲んだ、ビール？はい。いや、ヨスさんとはな、コロナだからな、会えないから、まあ、有馬記念で会おう。会いたくねえよ、お前なんと。お前なんて会いたくないから、別に。会いたくねえよ、会いたくねえよ、会いたくねえよ、お前なんて。出番と弾くし、よこせよ、早く。あ？コロナのハズキちゃん。ハズキちゃんって。もうそろそろ来ていいよ、お前。もう。出番とハズキちゃん、くれないの？まだ、いつくれんの、あれ。知らねえよ、お前。知らねえよって、よっさん言ってたやん。はずきちゃんくれるって。ないよ、誰かあげちゃったよ、もう。捨てたよ。あげちゃったの？マジで？そう。うわ、こいつ最悪やん。お前が取りに来ないから捨てたんだよ。だからもうないんだよ。嘘？家にないの？ない。マジで？ない。本当に？もうお前つまんない、もう切っていい、もう死ねえ、お前。もう二度とかけてくんな、お前。な？じゃあこれはね、お前が、な、ミッキースワローと、当選かみな、最後ね、これ約束だからな、お前。うん、なんで約束？これ勝負な。もし、負けた方が、土下座しろよ。土下座お前、まあ、だ、まあ、来週放送してんじゃん、一緒に。で、それでわかんじゃん。どうしたんでしょう？お前、ミッキースワローで、俺が当選かみなで、先着した人が、勝ちだから。それでいい。なあ、で、お前。4月30日にもう死ぬんでしょ。いや、だ死ぬっていうか、病院行くだけで。まあ、それで、だから死ぬみたいな数値が出るかもしれない。わかんない。わかんない。数値が出るかもしれない。知らねえよ、もう。じゃあいいわ。じゃあ終わった。俺はミッキーソローな。予算は当選完備だな。いいよ。じゃあ、それでお前よ、天皇賞あの時やれよ、ちゃんと。放送、お前。やれよ。ラーゲテめ。やれよ、絶対約束で。じゃあ男との男の約束だからね、お前。本当に。当選カンビーナ対、はい、ね、ミッキースワローで。まあ、俺はもう、もしかしたら、当選カンビーナ外枠入ったら、ミッキースワローかけるかもしれないけど。なんでかぶってくんだよ、お前。いや、それはわかんないよ。わかんないよ、さ、その。枠だから。枠もある、枠も枠。だって、お前が一番わかってんじゃん。枠連だろ、お前。枠っていうのは大事だろ。そうだね。お前が一番分かってんじゃないかよ。枠の大切さをよ。そうやって枠ばっかかけてんだから、お前は。枠の大切さお前が一番知ってんだろ。枠の大切さは知ってるけど。だから、なんで、そっからこっちにガンガン来てんの、こうやって。いや、だから、それで、まあ、とりあえずは、まあ、まあいいよ。俺、じゃあ、まあ、当選官民へ行くわ、じゃあ。知らないよ。とりあえずもう。お前は、じゃあ、ミッキースワローな。俺はミッキースワローと。あ、いいよ、じゃあ、それ勝負で。じゃあ、それ勝負しようもん。枠とか関係なし。メロディーレーンと、ミッキースワローと、サント。奇跡ね。単勝だったら、ミッキースワロー。単勝だったら、みんな、じゃあ、それいいじゃん。単勝ミッキースワローっていうのは、俺、じゃあ、単勝を、当選カンミーナか、じゃあ、当選カンミーナ行くよ。俺はミッキースワローいいと思うけど。どっちだろう、うん、いや、当選カンミーナ。ミッキースワローのあ、そうそうそう、もちろん。うちに入ったらね。いやいや、よっさんはエタリオとか買っときゃいいよ、もう。おめえが買っときゃエタリオなんで。買うわけねえんだろ。エタリオなんて。買っときゃいいんだよ。副賞で。うん、どうするエタリオ一着になったら。そんなの、それで。俺たちはディスってて、エタリオが。まあ、わかんない。競馬では何が起こるかわかんないから。うん、何を言ってるのあれ
まあいいんじゃないだから。じゃあ、立憲するじゃん。じゃあもう。じゃあ、今年マイナス90万ぐらい。え ?20 万いや、マイナス、いや、90万ぐらい。90万今年、うん。え、そんなしか負けてないの？あ、そうだよ。だから結構当たった。俺、前半調子よかったんだ、結構。え、今年マイナス90万そう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 。え、結構当たってたのよ。え、クリスタルブラックとか、もう結構俺、あれな結構俺、そう。結構当たってた。先行馬がいっぱいいたからな。うん。13番人気の名将グロッケ副将とか、もう結構ね、そう、結構俺ね、当ててんのよ。うん。で、マイナス90万そう。だ今年だから、まあ、そんな、でしょ俺、200万ぐらい負けてると思ったでしょずっと負けてて、うん。なんか、配信してるとさ、予算が毎回10万負けてる。そう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 。そうしか流れないから。そう、マイナス90万だ。だから、来週だから100万とかなんじゃないのマイナス。だから、天皇賞で多分、マイナス100万だから。そう、だから90万ぐらい負けた。うん、まあ、そんな感じのね。いや、だからじゃあ、まあ、そんなのね、課金とかじゃなくて、プライドをかけよ。プライドをかけよ。だミッキースワローが、じゃあ、ミッキースワローが、まあ、一着っていうか、まあ、なんだろう俺の馬より、先着するかな先着したら、勝ちでいいじゃん。だって、それで勝負しようよ。良さは、あれでしょ、ね、なんだっけじゃあ、俺、当選カンビーナでいいじゃん。当選カンビーナでしょ当選カンビーナでしょああ。それでいいじゃん。で勝負したいいや俺の本命って毎回予想より先着してるで大体まあいいじゃんでもそれでも先着してもだから枠連だから当たんないんでしょ当たんないのよそうそう当たんないのそう枠連でやっぱさ一等にあれじゃんあのフラワーカップのなんか、うん、あの三浦剛成だろ本命フラワーカップ何したっけなっ忘れちゃったけど緑わかんないフラワーカップ何やったっけ俺そう覚えてないんだよねいやでもあれ中か。うん。わかんない。覚えてない。十万かけて覚えてないんか。自分が買った。十万もかけなく。知らないよ。予算だよ。でもリスナーは知ってると思う。多分フラーカップ10万かけたの。多分。俺らは覚えてないね。フラーカップ何かけたの。覚えてない。あ、思い出した。マンマミーヤ。そう。あの、俺も。マンマミーヤとかなんか。ミヤメンあじゃん。ミヤメンで。あ、ごめん。ミヤメンだった俺。フラーカップ多分ミヤメンって。そう。あの、三浦コースの馬でしょ、うん、?6 万の。わかんない。ミヤメンってミラーコースだったのやつ。わかんない。あれはね、俺もね、風邪ひいてなかったら買おうと思った。ほんまにしたもん。そりゃ来ねえわな。おでミヤメンってなくてわかんない。絶対来ないもん。フラーカップはミヤメンってだったけど。そう。あれもね、俺買おうと思ったんだよ。あ、そうなんだ。そうそう。絶対ね、いいと思ったもん。能力的にね。うん、まあ、まんまとね、来なかったらしいっすね。まあ、ちょっと長いから、ちょっと切るね、そうそう。うん。じゃあね、じゃあ、天皇賞でお会いしましょう。うん、天皇賞で、じゃあ、お前は、なんだっけフィエールマンじゃなくて、なんだっけミッキー・スワロー。ミッキー・スワローで、俺が当選官みたいな。それ、差しで勝負ね。どっちが先着するかね。それ勝負。どっちが先着。どっちが先着するか勝負で、じゃあそれで決めん。うん。それでもし、金額じゃなくて、先着すればいいんだろ あ、そうそう、金額じゃなくて先着で。本命そう。金額じゃなくて先着な。そう。じゃあそれで決めればいいじゃん。うん、わかった。じゃあそれで、じゃあまた競馬の時勝てるから。日曜日になった時にね。じゃあ。でも予算、入院、気をつけてね、本当に。今コロナでやばいからな。死ぬぞ。そんなこと思ってねえだろ思ってねえけど。それ、それ思ってねえけど。一切思ってないけどね。思ってねえんだろ、てめえよ、ハゲ、お前。思ってないこと口に捨てんじゃねえぞ、お前、お前。二度とするな、お前。死ねえ、お前。死ねえ、お前。あれ、女の子かってな、ちょっと女の子。誰これ。